明けましておめでとうございます。ハリウッドで俳優にチャレンジしている大志です。皆さん、2023年は本当にお世話になりました。僕ちょっと体調崩してて、約半年間家で療養してたんですけど、だいぶ元気になりました。これも皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。前回の動画見れてない方はよかったら見てください。かなり病んでました僕。前回の動画で皆さんから応援のメッセージいただけて本当に嬉しかったです。めちゃくちゃ励みになりました。ありがとうございました。この半年間ずっと家に引きこもってたんですけど、でもそのおかげで自分のメンタルとどうやって付き合っていくか考えさせられるすごい必要な時間だったのかなって今では思います。俳優の仕事ってね、基本脳って言われる仕事だから、メンタルを維持するのが結構難しいんだよね。今回の件で自分の生活を振り返ってみて感じたのが、結果を追い求めすぎてたのかなって思いました。結果が出ないのは全部自分の努力が足りないからだって思って、そのせいでどんどん自分を追い込んでたなって感じて、あれもやってない、これもやってない、だからどんどんプライベートの時間を削って本当にそのためだけに生活するっていう感じだったんだよね。飲み会もほとんど行かなくなったし、ハイキングもどんどん行けなくなったし、キャンプとかも全く行ってないし、ボルダリングやろうと思って靴は買ったのに結局3年間1回も行ってないのね。でそういう感じでどんどん自分追い込んでたから、それちょっと良くないなって思ったし、自分で好きで全部始めてることなのにね、この俳優も YouTube もそうだけど、でも全然楽しくなくなってたし、どちらかっていうと苦しかったんだよね。自分にとって幸せってなんだろうなって思った時に、なんか友達とさ笑い合ったりとか、なんか好きな人とご飯食べに行って美味しいって感じたり、あと自然に触れたりとか、そういう時にすごく幸せを感じるなって思ったんだよね。で全部そういうのを削除してったから、どん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 楽しくなくなってったんだよね。好きなことやっててもバランスが偏ると全然幸せじゃないなっても感じたから、その日々の生活とかやってることに楽しさを見出せることって大事だなってすごく思ったんだよね。で最近俺が見てる YouTuber で天気画家の正源さんって方がいるんだけど、この人ねめちゃくちゃいいこと言う。病んでる時にめっちゃしみるから、あと幸せってなんだろうって思った時にぜひ見てほしいな。すごく癒される。一見無駄って思えることに幸せってあるんだなってのをこの人すごく言ってるから、俺が思ったのが幸せを感じれる余裕を持とうって思った。やっぱり忙しくしたり余裕がなかったら、自分の楽しい気持ちとかにも気づけないし、幸せを感じれないなって思ったから、そのバランスをなんかちゃんと取らないといけないなって思いました。しっかり休んでちゃんとプライベートも充実させようと思います。というわけで YouTube の動画配信もまた再開するんですけど、ゆっくり自分のペースで進めていこうと思います。そしてですね、皆さんに今回発表があります。玉木大志、来週から YouTube のメンバーシップ始めます。イエーイ。去年やろうとして全然できなかったメンバーシップをスタートします。でメンバーシップどんなことするかっていうと、毎週日本時間の金曜日23時から24時まで1時間メンバーシップ限定でライブをしますので、よかったら遊びに来てください。僕のことを応援したいって思ってくれてる方、サポートお願いします。ぜひ待ってます。最後にちょっと2024年の目標を言って終わろうかなと思います。ハリウッド の大きい映画に出るっていうのはもちろん僕の目標なんですけど、それ以外に2024年は前からやりたかった自分の作品撮りを撮っていこうかなと思います。実は YouTube を始めようと思ったきっかけが自分の作品撮りをしたかったからなんです。僕役者を始めて10年以上も経つんですけど、もうベンチを温めるのは飽きました。もう飽きたよ。そろそろ試合出たいよ。っていうことで、練習試合でもいいからもう試合出たいんですよ、僕は。なので、自分で演技できる場所を作ろうって思って始めたのが YouTube だったんですよ。で、念願、やっと、これをスタートできるかなと思います。この作品撮りでいろんなキャラクターを演じながら、
実際に撮影の現場で自分の実力を出せる練習にもなると思うし、自分のアクティングの宣伝の動画にもなるから、どんどんいろんな演技にトライしてみんなにも見てもらおうかなと思ってます。はい、この作品撮りは YouTube のメンバーシップ限定なんですよなのでメンバーシップぜひ入ってください。そして作品撮り楽しみにしててください。やっぱりなかなかね、こっちで俳優の活動してると日本のみんなに演技を届けるのって難しいから、こういう機会で皆さんに僕がやってることを届けられたらなって思ってます。まあコメディ、アクション、ロマンス、もういろんな役を演じようと思ってるので楽しみにしててください。というわけで皆さん、2024年も玉木大将よろしくお願いします。今年1年皆さんと一緒に素晴らしい1年にしたいと思ってますので、今後ともよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。